しんのすけと鈴木マリアの聞いたら明日がちょっとだけハッピーになるラジオ。2019年11月28日木曜日21時30分になりました。パーソナリティの鈴木マリアと手相詩人のしんのすけでーす。イエーイやってまいりました。いやー、先週の放送からね、はいはい、1ヶ月後がすごく楽しみだったんですが、思いますよね。なんかしんのすけさんの前回、はい、髪型なんかカツラかなみたいな言ってたじゃないですか。言ってましたね。あ、なんか今週になって結構髪色がいい感じに落ちてきたりして、馴染んできました。馴染んできて全然なんかカツラ感ないですよ。いや、あの前回のボロカス具合すごかったですよね。いや、ボロカスじゃないさ、あの褒めてなかっただけ。いやいやいや、もうそれはボロカス言うねん。ほんまけなしてはいなかったですけどそうなんですね。でもなんかいい感じですね。ねえ、まあ前回からの振りが今回聞いてる回になるかなと。そうですね、はい、思うので、なんでセットで聞いていただきたいですね。で YouTube で、あー、アーカイブとかで。そうですね。さあ、最近の我々と言いますとねえ、1ヶ月もありゃ、はい、そりゃ変化もあるわけでねえ、うん、私ですね、今までこう、はい、芸能界のお友達って言ったら、はい、AKB48 のメンバー以外だと、うん、ずっと前に以前ゲストで来ていただいた根岸愛ちゃんしか、はい、あ、はいはい、本当にすごい仲良いお友達はいなかったんですけど、うん、あ、そうだったですね。最近ですね、うん、舞台金銀社格乙女の一手という作品で共演した、はいはいはい、あのケチョンという、はい、ゆるめるもというグループのケチョンと、はい、すごいそれ以降仲良くなりまして、あーねー、なんかよくツイッターに登場するっていう。そうなんです、はい、で今回も一緒なんですけど、二人ちょっとペアみたいな役で今回も、はい、さらになんか今日も一緒に稽古場から帰ってきたんですけども、はい、おーおー、ケチョンと二人でディズニーシーに、うん、いいですね、お揃いのお洋服で、いや、すごいです。見ましたよ、僕。見ました。はい、なんか、うん、すごいなんかペアルックが似合うなと思ってたんですけど。ありがとうございます、ね、やっぱりあれですか、なんかこう友達と一緒に、はい、こう一つ同じ服を着るっていうのは、はい、気持ちがやっぱ違ったりするんですか？そうなんです、はい、なんか一緒にちょっと古着屋さんに行ったんですよ、はいはいはい、原宿の、うん、ね、なんかケチョンが可愛いって言ったスカートがすごいクリスマスっぽかったから、はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど。じゃあ私もクリスマスっぽいで、あのパンツを買うから、はい、お揃いでこうディズニー行こうよって言ってたら、うん、可愛い指輪とかピアスとかもお揃いで揃えたくなっちゃって、うん、ああ、なるほど、小物もね。そう、でも当日になって私なんか前日に指輪落としちゃって、はい、マジっすか。ですごい探したんですけど、外で落としちゃったので、はい、うんうんうん、カランカランと落とした時にああと思って探したんですけど、大変よ、見つからなくて、多分排水口のところとか落ちちゃったっぽくて。なるほどね、ちっちゃいから。そう、でもケチョンはちゃんとしてきてたんですけど、はいはいはい、逆に私ピアスしてきてたんですけど、あ、なるほどね、ケチョンピアスお揃いで買った存在忘れてて、はい、そもそもの存在を、お互いどっちもどっちで、はい、こう、うんうん、いい感じに忘れてたんでいや、なんかイーブンな感じはするけど、そうそうそう完璧ではない感じがそう、どっちもどっちって感じ。なるほど、ね、お互い様で、いい思い出にもなりましたね。はい、しんのすけさんははいはい、また今週最近またどこか行かれてたんですか？あのね、ベトナムとフィリピンの、はい、写真をアップしてたんですけど、うんうん、いや、会う人会う人ね、はい、結構言われるんですよ。あ、はい、ベトナムから帰ってきたんですかとか、フィリピンから帰ってきたんですかって言って、うんうんうん、なんか、あ、また路上で筆書きして帰ってきたんですかって言うてくれるんですけど、うんうん、あれはただの過去の写真を引っ張り出してきただけなんです。そうなんですね。そう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 、あ、じゃあ行ってないの？そう、だからそれを出した日に会う友達とかが、はいはい、え、今日本におるんやみたいな感じで。あ、はい、あ、でも分かります。私もなんか全然数ヶ月前の、はい、なんか福岡での写真とか、うん、こうなんかランダムであげるでしょ。小出しにしていきます。そうなんです、そうなんです。で、占い上、うん、実は11月の頭から11月の下旬まで、はい、過去を遡る時期と呼ばれておりまして、うん、過去の思い出を表に出すといいよみたいな。みんな？そうです、みんなそうなんですよ。全世界共通？全世界共通なんです。へー。そう、だから懐かしい人に会ったりとか、はいはい、懐かしい人から連絡が来たりとか、はあはあ、そう、あとは過去やり残したことがまたスタートしたりとか、おー、そう、そういう風な時期だったので、あ、過去のやつを引っ張り出してきて表出すのええなと、もう一回思い出を整理しようみたいな感じで、こう、今では最近ね、なかなかちょっと筆書きはご無沙汰になってますけれども、はいはい、もう一回やるぞって気持ちで出してた。あ、
そうなんです、ね、そうなんです。そしたらね、お前海外おるんちゃうんかみたいな感じでやっぱ言われるようになったというか、まあ、ま、昔の写真だったと、はい、そうですね。なのででも11月11日、はいはい、月の日には伊勢神宮に行ったことは、うんうん、そうですね、伊勢神宮に行きましたね、参拝して。あの実は1が並ぶ日っていうのは、うん、やっぱものすごくエネルギーが高い、うん、エンジェルナンバーってやつですか。まあ、それに近い感じですね。あ、まあ、エンジェルだけにとどまらずなんですが、そう、はいはい、もう神様ですから、もうゴッドナンバーなんかわかんないですけど、まあ、ほんまにね、それで結構伊勢神宮の中でもものすごい大きな祭典がされてたりとか、え、そうなんですか。はい、っていうのを僕行った後に知ったんですよ。なんかたまたまじゃ呼ばれたんですね、はい、伊勢神宮に。多分そういうことなんかな思ってるんですけどね。伊勢神宮が俺を呼んでいた。そう、俺を呼んでいたので偶然的にもそういうのがあったみたいな。すごい。そう、でもマリアちゃんもでもこの1ヶ月言うたら結構もういろいろあったんじゃないですか、はい、そうですね、はい、いろいろありましたかね。ありすぎてちょっとこうね、どこから詰まればいいのかみたいな感じなんですね。まあ、そうですね、あのプライベートと言いますか、はいはい、個人的にその自分の生活の中では、うん、その勉強したりとか、まあ、そのまあ、ね、そう、その自分の将来のにもつながりそうな勉強、あ、なるほど、ね、したりとか、はいはい、あとまあちょっといろんなところに足を運んで自分をたくさん見つめ直したりとかしたんですけど、なるほどね、まあ、見つめ直す時期でもありますから、その過去っていうものはね。そうですね。でもあのですね、あのプレミア12、うん、侍ジャパンを、はいはい、あの11日と17日に見に行きまして。すごいっすね。そうなんです、決勝を見てきたんですけど、はいはい、どうでした。世界一になりましたね。おめでとうございます。めでたいです ね、 ね、おめでとうございます。あの我らが北海道日本ハムファイターズからはですね、はいはいはい、近藤選手しか出ていなかったんですけども、あ、1名、まあ、監督だったりコーチが、はいはい、あの日ハムの元々の選手だった稲葉さんだったり、はい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 、金子さんだったりしたんですけども。なるほどね。いや、すごいなんか楽しめました。私日ハム以外の選手を、はい、なんか今までこう知らなく、あんまりそんなに名前知ってるぐらいだったんですけど。あ、なるほどね、他のチームはね。日ハムの選手がいっぱい出てると、うん、特に日ハムの選手応援しちゃうから、はいはいはい、でもこう一人しか出てないと、うんうん、全部平等に応援する気分というか、やっぱ、なるほどね、ほぼ平等平等ではないけど。あ、そうなんですか。なるとなんかすごい、はい、面白かったです。なんで、うんうんうん、またあの来シーズンへのこうモチベーションが上がりました。すげえ、結構だってもう満員で盛り上がったんちゃいます。そうですね、満席だったんですかね。結構だったんですけど、もともとそう決勝進出するか決まる前に、あ、なるほど、取っていたので。そうですね、でしかもそれで優勝したっていうのが。そうなんです。いや、おめでとうございます。そう、もう次はですね、うん、あのオリンピックあるじゃないですか、2020。そう、私、はい、一時応募したら、はい、あの野球と空手の型とサッカーを応募して、うん、でサッカーが当たったんですけど。サッカー当たったんですか。サッカーはもう両親にプレゼントしまして。なるほどね。野球が外れちゃったので第2次の申し込みで、あの母にもお願いして、うん、あの決勝を自分でも母にも申し込んだので、うん、はい、なるほどね、そこでもまた野球見れたらいいなとは思うんですけど。確かにですよ、オリンピックの野球はまた格別やと思いますよ。そうですよね。え、応募しました。いや、まだ、いや僕部署なんでね、応募のおの字もしてないんですよ。部署？部署っていうのはね、あのめんどくさがりというか、あー、で部署的なことね。そうそう、みたいな感じなんでね。でもね、まあ、一緒にもう締め切っちゃったんですけどね。ええ、全部締め切ったんですか。もう2次締め切ったので、はい、もう追加のやつないんですか。もうリセールないんじゃないですかね。マジですか。まあまあ、あるかもしれない、わかんない、はいはいはい、でもなんかありそうじゃないですか、こうアサヒビールを飲んで応募したら、うん、観戦チケットプレゼントとかは。確か俺ビール何本飲まなあかんねみたいな感じになりますけどね。それはあると思いますけど、はい、いやいやいや、見に行きたいもんでございますけれども、まだまだチャンスはあります。なるほど、はい、1時間楽しみに聞いていただけたらと思います。おい、本日もお便りを読まれた人の中から1名にちょいハピ大賞として番組特製ステッカーをお送りします。おいほ、生放送中はツイッターでハッシュタグちょいハピ、もしくはアプリワロップよりコメントお待ちしています。はい、本日のゲストはあの有名なアニメ獣フレンズ2のプロデューサー沼田慎之介さん。はい、沼田慎之介さん。21時45分頃に登場です。はい、それでは22時30分までの60分間お楽しみください。慎之介と鈴木マリアの聞いたら明日がちょっとだけハッピーになるラジオ、第11回放送スタートです。慎之介と鈴木マリアの聞いたら明日がちょっとだけハッピーになるラジオ、カモン。
このコーナーは私鈴木マリアが毎月テーマを決めてお送りするリスナー参加型のコーナーです。本日のテーマはもしも花火大会のペアチケットが1枚余っていたらどうするです。いやこれはねどういう経緯で今回のテーマに至ったんでしょうか。はい、で実はですね、とっても素敵な花火大会の、とってもいい、一番最前列のチケットを、お友達から2枚譲っていただいたんですけど、2枚ね、そんなちょっとね秋の花火大会なんて、素敵ななんていうかもう彼氏とかと見たいじゃないですか。そりゃそうよ、だって花火ですよ、はい、秋ちょっと寒い、肌寒い、でも隣にあなたがいれば暖かい、確かにみたいなのやりたかったんです。やりたかった、ほう、だから、はいはい、1ヶ月半ぐらい前からもらって、いや、できるかもしれないから、そうね、もう絶対友達は誘わないでおこうと思って、いつか出会うかなって、いつも空から降ってくるのかな、はい、私の王子様、そうそうそう、って思ってたんですけど、思ってたんですよね。その結果を僕は今回ね知りたいな思いました、そうで、そのまあ、お友達に紹介された方がとても好きな方で、はい、なんかすごい平和そうな平凡な方だったので、くたびれたサラリーマン、はい、くたびれたサラリーマンものすごいパワーワード、そうすごい素敵な優しそうなくたびれたサラリーマンをお誘いさせていただいたんですよ、そうなんですよね。でもちょっとお仕事で難しいとのことで断られてしまって、それでどうしようっていうことで相談したんですけど、さあ私の結果の前に皆さんのお手紙をめっちゃ気になるやん、もうせっかくメールたくさんいただいたのでね読みたいと思います、はい、まずは栃木県、ちょいハピネームマグンチュさん、マグンチュさん、マリアンヌちゃん、しんのすけさん、こんばんは、こんばんは。早速もしも花火大会のペアチケットが1枚余っていたらどうするですが、今年会社に入った新人が東京から栃木に赴任してきて一人暮らしをしていたところに最近彼女も来てきて同棲し始めたので、お祝いに2枚ともプレゼントしたいと思います。いいね、優しい。それでは日に日に寒くなってきたので、体調にはくれぐれもご注意ください。すごいっすね。それ私も思いました。思いましたけど、はいはい、やっぱり私も花火大好きだから、そりゃそうっすよ。私も見たいと思って。だってマリアちゃんだってまだまだロマンス追っかけたわけじゃないですか。そうなんです。だから私はマグンチュさんほどちょっと心がね、はい、広くなれなかったんです、さあ続いてのお便りいきたいと思います。お願いします。東京都にお住まいのマリアンヌファンクラブ火星支部支部長渋沢渋夫さん、すごいな、火星支部だぜ。はい、粉々にちぎりまして、当日花火が打ち上がったと同時に空にばらまくなるほどね、チケットの花火をこう打ち上げるということでございますね。なるほどね、すごい。でも、はい、余計に切なくなりそうですね。いや切ないですよ、本当にもうね、切ないですよ。渋沢渋夫さん、火星では無理しないでくださいね、寒そうやな火星ってな。さあ続いてのお便り、はい、神奈川県住在のなんたらさん、在住ね、はい、在住ね、なんたらさん、なんたらさん、はい、おい、しんのすけさん、まりあちゃん、こんばんは、こんばんは。もしも花火大会のペアチケットが1枚余っていたらですが、はい、ヘタレな自分は気になっている子に2枚ともあげちゃうかな。あー2枚ともね、もらい物だけど一緒に行く相手もいないので、よかったらどうぞって渡して受け取ってくれるならとりあえず嫌われてはいないでしょう。チケットを受け取ったその子が逆に誘ってくれればミラクルだけど、その世の中そんなに甘くはうまくはいきませんよね。もし渡した時の会話やその子のリアクションに何か希望を感じられたら、近いうちに別のイベントに誘うくらいの勇気は持っています。なるほどね、なんかちょっとこうほろ苦さというか切なさがなんか結構男らしくないですか、はい、これあどう、逆逆かな、そうなんですか、そうか、男らしかったら誘うのか、はい、そうなんですよ、1枚を俺と一緒に行ってくれ言うて渡したい気持ちが逆に、まあ、もうちょっとね一歩引いた形で彼女に、私こういう男の人のが好きですなるほどね、なんかそっと しておくみたいな感じの、はい、なんか誘うわけでもなく、はいはいはい、こうなんかでも断るっていうのもちょっと勇気いるじゃないですか、まあいりますよね、傷つけたくないけど行きたくない、はいはい、断るのでもすごい、なるほど、どうしようと思うけど、これだったら、はいはいはい、うんうんうん、自分にねその選択肢を委ねてくれる、いいですよ。あまあね、ただまあなんかこう一歩引く感じが切なさもあるような、そうだから、その切なさもまたなんかいい、すごい好きな方です。なるほどですね、花火にお似合いでございます。はい、続いてですね、東京都在住クラウンフミさん、クラウンフミさん、マリアンヌさん、しんのすけさん、こんばんは、こんばんは。
今夜は今日は寒いですね。寒いね。お二人とも風邪ひかないでくださいね。はい、ありがとうございます。さて今日の花火大会のペアチケット1枚余っていたらどうするですが、そりゃ一番は友達を誘うですが、今回はなんだか訳ありなシチュエーションなので、おお、親または恩人に譲るなどはいかがでしょうか。なるほど、ね、他の友達を連れて行ってあの人の代わりをお願いしちゃったということになるよりも、うんうん、心の負担も少なく、翌日の綺麗だったわというメールなんかが来たりして、親孝行したなという素敵な気持ちにもなれて一石二鳥。なるほど。お二人とも令和最初の親孝行は済ませましたか？僕は済ませていないので年内にと思っています。残り一月、時間がない。おー、なるほどね。なるほど。はいはい。まあ、はい、なんかね、人にこう渡して、うん、こう貢献する気持ち、うん、まあ先ほど出た意見に近い感じではあるんですが、そうですね、こうなるとね、うん、この中に私と同じ意見の方がいる。え、マジっすか？はい、実は私ですね、はい、母と二人で行ったんですよ。なるほど。結局、はい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 、そうやったんですね。お母さんとね行ったんですけど、はい、こう誘ったら、うんうん、行くならちょっと、はい、その夜、その日の夜はマリちゃん家泊まることになるよって言われて。なるほど。私母が大好きなので、うんうんうん、やっと母が泊まり来てくれる、嬉しいと思ってうん、うん、でも花火が7時過ぎぐらいに終わったので、はい、8時半とかぐらいからちょっとなんかきっと行ったことないだろうなと思って、母が好きそうなお寿司、回らないお寿司、あ、お寿司屋さんですね。そう、高すぎない、はい、その自分でご馳走できる範囲のお寿司を予約して2人で一緒に行って、で母はいつも実家だとこう、はい、兄の送り迎え、うん、その駅までの送り迎えとかはあるの で、ね、はいはい、こう晩酌とかも一切できないの で、うん、ですよね。せっかくだから母は日本酒が好きなので、はいはい、一緒にすごいなんか美味しい日本酒、うん、そのすごい冷酒とかなので、あ、なるほど、ね、お酒の弱い母でも、はいはい、こう悪い用意しないというか、うん、気持ち悪くならない、すごい美味しい美味しいって言って飲んでくれたので、すごい考えてあげてる、まあ、そう、また今度お寿司は連れていけないにしても、うん、美味しい日本酒とかプレゼントできたらなとか思って、すげーなー。花火も母と見てたんですけど、はい、もう目に焼き付けてほしいのに、うん、すごい嬉しかったのか、うん、スマホ回しちゃってスマホの画面で見てたので、あ、そうなんだ、生で見た方が綺麗だよって言ったら、うんうんって言いながらこうスマホを見るのやめて、今度生で見たらスマホでなんか地面取っちゃったりして両方できるタイプね、でもずっと回しておきたいみたい で、はい、なるほどな。結局一番幸せな花火大会になりました。最高やったっすね。そうなんです。なんかすごいこのお母さんに対する愛情が伝わってくる、めちゃめちゃいい話じゃないですか。うです、もうこれからも母にね少しずつ、うんうんうん、親孝行したいし、うんうんうん、なんかもう本当に幸せな花火大会を過ごすことができました。いや、素晴らしい。なんか1ヶ月前のマリアちゃんは無理やりにでも誰か探していこうって言ってたのにそうなんです、大人になったな、この1ヶ月。はい、幸せでした。素晴らしい。皆さんもご家族を大事に。以上、マリアナの部屋にカモーンヌでした。しんのすけと鈴木マリアの聞いたら明日がちょっとだけハッピーになるラジオ。さあさあ、お待たせしました。本日のゲストにご登場いただきましょう。アニメ監督プロデューサーとして活躍中の沼田しんのすけさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。なんでも沼田さんがですね、名前がしんのすけでして、はい、同じ漢字のしんのすけさんのことを気になっていたそうなんですけど、すごいっすよね。ずっと会いたかった。あ、ほんまですか。ありがとうございます。そう、沼ピーさんって私は普段から呼んでるんですけど、沼ピーさん、そう、沼ピーさんがそのしんのすけさんとせっかく一緒だから、はい、ぜひラジオご一緒したいって、はい、お会いしたいって、わー、ありがとうございます。で、一回それで、あ、じゃあ聞いてみますねって言って、うんうん、多分3ヶ月ぐらい聞くの忘れててそんなに？そう、そしたらなんかまた、なんかまた出たいですって言ってくれて、はい、あ、そうだったと思って、じゃあ来月のゲストもし決まっていなかったらぜひどうですかって言ったらすぐにこう、はい、決めてくださって、ありがとうございます。こちらから熱望して。そうなんです。しかもラジオの先月のとかも聞いてくださったみたいで、ありがたい、めちゃめちゃ。だってもう名前がまず一緒で漢字まで一緒っていうこと自体が、いや本当に、この心で書くしんのすけっていうのは本当にいなくて、うん、ああなるほどね。二人ともは本名なんですか？いやでも私は、タレント名というか、あ、そうなんですね。
ぬまぴーさんは僕は本名です。あ、よかった、はい、本名、僕タレントでもない、まあ、本名、まあ、僕自身はね、はい、その思いがあってこのしんのすけという漢字に決めたというか、はい、ね、私はその心これを介する、まあ、つなげるっていう意味ある漢字でしんのすけなんですけど、まあなんかこうしんのすけって例えば普通に書くと、うん、心これを助けるってこうなる人が多いと思うんですね、うんうん、そうなると僕が人の心を一方的に助け続ける人生になるなと、うんうん、じゃなくて人のハッピーな心と人のハッピーな心をつなげられる介する人、媒介となってつなげる人という意味でしんのすけになりたいと。それでこの漢字をチョイスした。そうなんです。なるほど、きっとね、ぬまぴーさんのお母様、はい、お父様もきっとそんな気持ちでつけたんですかね、ちょっと違くてですね、あるんですね、ルーツが。あるんです、ちょっとまあご存知ないかもしれないですけど、うん、ジョージ秋山さんのはぐれ雲っていう漫画が ありまして、はい、まあ、あのドラマ化とかもされてる、まあ、結構ちょっと古い作品なんですけど、うんうんうん、そこにあの登場するのがしんのすけくんっていう子供がいて、なるほど、で実はうちの父がそのジョージ秋山さんとこう、まあ、なんですかね、よくしてもらっていたってこともあって、そこからちょっとお名前をちょっといただいて、で、まあ、漢字だけちょっと心に変えて、はいはいはい、実はつけていただいたんで、うちの会社にもジョージ秋山さんからの絵と名前がついた色紙があって、ああそうなんですね、僕の宝物ですね。いやだってもうルーツですもんね、それがね、はい、そうです、はい、いやすごい、それこそ本当に思いのあるルーツのあるなお名前というか、いや素晴らしい、ありがとうございます、まさに今日会えたのは運命だった感じ、はい、そうですね。さあそんな沼田さんのことを簡単に紹介していきます。1980年12月23日生まれの38歳ですね、はい、アニメーション CG を中心とした映像制作の株式会社トマソンの取締役、日本昔話アニメーションの監督、獣フレンズ中獣フレンズ中、完全にもうこれもうネズミちゃんが主役のやつですか、これはそういうことですか。そうです、ネズミですか、いや猫、猫です、あ猫ですか、猫ですね、あ追いかける方なんですね、はいはい、獣フレンズ2 ものすごいのやらかしましたね、はい、すごい絵に描いたかのようなギャグやらかしましたね。これから使わせてもらうわ、使ってください。なんと獣フレンズ2のアニメーションプロデューサーなど、アニメ業界で大活躍中です。素晴らしい。今日はですね、沼田さんにアニメ監督とはだったり、うんうん、獣フレンズ2の制作秘話なんかを聞いていきたいと思います。気になりますね。さあまずはじめにですね、アニメ業界に入ったきっかけとかってあるんですか。はい、ちょっとまあお恥ずかしいというか、もともとアニメはもちろん好きでよく普通に視聴者として見ていたんですけども、好きそうですよねアニメ。どういうところかな、なんかそれ嬉しいのか、性格的に、まあそうですね、はい、うん、好きなんですけど、優しい、それでまあ実は今の会社というのが父親の会社でして、で父がまあそのここに書いてある、まあ、日本の昔話っていうのがちょうど8年前ぐらいにテレビ東京さんで始まって、たのがきっかけで、ちょっと僕は別の会社にいたんですけど、あのアニメ、まあ、最初はあの音響監督っていう立場で音響監督やってみないかっていうことで、まあ、声をかけてもらって、で、じゃあちょっとやってみようかなと、そこがきっかけですね。だからまあ世襲といったらあれですけど、お父さんからのつながりで、まあ、そうですね、はい、すごい、はい、ボンボンっていうことでいやいやいや、おかしいやろ、それ、まあ、サラブレッドって言うてくれ、すごいですね。そうですね、なるほど、ご実家ではこうやっぱりアニメがいっぱい置いてあるとか、はい、常にこう私たちって朝はニュース見たりするけど、うん、そうですね、朝はずっと朝から夜までアニメ見るとか、そういうことは、まあでもそう子供の頃はそうでしたし、 あとやっぱりそのもう今は全部デジタル化されてるんですけど、昔はそのセルって言ってちょっと透明な、はいはい、セル画っていうのが、セル画、はい、それが家にあったりとかはします。すごい、なかなかねない光景ですよね、はい、それね、すごいですね、まあ、そうでたと思います、はい、でもやっぱりそのアニメーションで育ってきたっていう家系ですから、はい、まあ、なんか一般家庭とはまた違ったそういう家の常識みたいなのがあるというか、風習というか、どうなんだろうな、まあでもセルが置いてあるとか、はい、そうですね、あともっと言うとその、おじいちゃんが画家だったんで、まあ、なんかおじいちゃん画家、
まあそうですね、絵の具イーゼルだったり、まあ、そういうちょっと 絵の感じ、絵のものが結構実家にはあったんです。なるほどですね。結局もう結構あれですか、はい、もう芸術家系というか、まあそう、まあ結果そうなってしまったというか、僕も別にこの父の仕事をやっていこうとは思ってなかったんですけど、まあこういう流れでやらせていただいてます、うん、はい、なるほどね。沼田さんはご自身で絵描かれることあるんですか？はい、そうですね、大学が美術大学なので。ああ、そうなんですね。そうなんですね。絵描いたりするのは好きなんです。はい、ぜひ見てみたいですね。ね、作品も見てみたいですね、はい、じゃあちょっと今度マリアちゃんの絵を描いて。あ、嬉しい。すごいすごいすごい嬉しい。めちゃめちゃ嬉しいですか。はい、いや、まあ、そんな僕の絵なんてあれですけど。自分で描いたこうアニメだったり、こうキャラクターを作品化したいなと思ったりしないんですか？あって、したことがある。昔話では実はやったことがあります。あるんですか？なんていう作品ですか？あれですね、おこぜの恋っていう。おこぜの恋。メモメモ。おこぜの恋。おこげの恋。おこげじゃない。おこぜ、おこぜ。おこぜの恋だ。魚で、結構なんていうの、顔が結構きつい顔をして。ああ、そうですね、確かに。まあ、トゲだったりして。恋は、魚の恋じゃなくて恋愛の恋。恋愛の恋ですね。おこぜが恋をして。素敵な顔。まあでも最後振られるっていう。へえ、それ何話、何話か、全何話。あ、いや、それ1話です。だから昔話の中の一つの話として。あ、昔話って、その日本昔話。はい、今のテレビ東京さんで放送してた、まあ日本の昔話ってちょっと脳が入るんで、また別番組。日本昔話ではなく日本の昔話。日本の昔話リニューアルして。へえ、なるほどですね。午前の恋、すごい気になりますね。そうですね、見てもらえる。それをじゃあ、うん、沼田さんが書かれた。そうですね、書いて演出までしたものです。ストーリーも考えて、はい、ストーリーも考えて、はい、なるほど、ストーリー考えて、こういう風な感じでって、はい、それを作品を、その例えば絵を描くとかアニメを作るとか、はい、もやってらっしゃる。ラフを描いて、で実際描いてくれる人がいたりして、はい、なるほどなるほど。じゃあもうラフ描くところまでも全部こうやられてる。まあそう、そうですね、はい。なるほどですね、はい、ラフって何ですか？ラフってまあ有名ラフ画ってやつですよね、最初のなんか下書き。そう、まあそうですね、ざっくりとした。特に別にアニメ用語でもないかなと。あ、そうなんですか？常識。いや、ざっくりした感じのやつですよね。ラフに書く。漫画のよく少年ジャンプとかで、なんかよく救済する、ハンターハンターとかですね。あの先生がたまになんか漫画出した際にめっちゃ雑な字とかでガーッと書くじゃないですか。はいはいはい。あの感じです。あのなんか、はい、最後のそのラフ画のまま出しちゃうみたいな。そうそうそう。あれがラフですよね。あれも、はい、そうです。はい、あ、いいですよね、あれ。なんか丸、いいのか。いいですよ。人の顔に丸書いて目の位置とか決めるために顔の中心決めるバッテンとかやる。そうそうそう。あ、まあまあそんな感じ。ああいう感じで。私ちっちゃい頃漫画家になりたかったんです。なんでラフ知らんねん。そんな沼田さんの子はやっぱ好きなアニメってトップ3とかあるんですか？好きな。はい、まあ、あとじゃあ3からいきます。そうですね、では沼田さんが選ぶ、はい、なんていうんですか、ランキング3。好きなアニメランキング3。ランキング3、3位、ドルル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 ルジブリですか？あ、よくわかりました。ジブリの中でも そんなにその、うん、こうメジャーではないんですけど、はいはい、海が聞こえる、あれでその高知が舞台なんですよ、場所の。あ、高知県。そうなんですね、高知県、四国の高知に関すまで出会った、まあ、恋物語なんですけど、で高知で告白するときにすき焼きって言うんですよ。あ、すき焼き。すき焼き。それが言いたくて。言いたくて。言いたかったんですね。言いたことあります？告白する。いや、ないですね。まだないです。まだない。すき焼き。すき焼き。九州の方でもね、言われるみたいですね。あ、そうなんですね。筑豊の地方。福岡の。何々聞いて。あれはすき焼きって。すき焼きっていいですね。すき焼きですよ、すき焼き日本は。すき焼き。すき焼き。そうですね。はい。さあ、気になる。続いて。ランキング、なんていうの、ランキング2位。2位。パン。タッチですね。あ、
一緒。私もタッチが大好きです。マジっすか。AKB48 のオーディションで歌った曲、はい、タッチです。ああ、それ相当好きですね。はい、一緒です。タッチ全話見ました？いやもちろん全話と映画も見ました。はい、映画もそう見ました。はい。どういうところがちなみにお気に入りなポイントなんですか？これこそその、アニメ業界に入る。きっかけではあ、きっかけではないんですけど、この監督があの杉井義三郎さんって言って、またあの例えば他に言うと銀河鉄道の夜とか、嵐の夜にとかでタッチも監督されていて、で、この監督とかはまあ本当に今日も電話してたんですけども、すごい父の代からよくしてもらっていて、そうですか、すごい、あのそうですね、で、まあ、タッチ自体が僕好きだったんで、でやっぱりそのなんていうんですかね、演出方法も結構革新的だったなと思うのは、例えばこう背景だけのシーンがすごい長かったりするんですよ。なんか背景がこうゆっくりこうパンパンっていう横にこう動いていくシーンとかを結構効果的にあの見せていたというか、そういうのが結構なんか僕はすごい刺さって、あの子供心にだからタッチを見るとなんかもうキュンとなるというか、すごい入り込んじゃうというか、すごいですね。やっぱなんかその好きやからこそ、はい、すごくこうその作品自体の細部までかと、はい、まあそうですね、はい、すごいな、きっと僕とは見えてる世界全然違うでしょうね、うん、いやそんなことはないと思います。結構映画の監督さんとかと近そうな方ですよね、なんか、はい、ああ、そうですね、はい、はい、へー、こうなんかタッチも海が聞こえるも、こう学生、青春時代の、うん、そうですよ、感じというか、中二病かもしれないです。いやいやいや、そんなことないですよ。大人になれない結構なんか優しい感じの作品じゃないですか、はい、どっちも、うんうん、確かに確かに、ね、さあ続いては第一気になるところです が、その前にですね、ここでちょいハッピーソングです。今月のちょいハッピーソング、さあ聞いたらちょっとハッピーになるちょいハッピーソングを紹介します。今回は沼田さんのちょいハッピーソング、それでは沼田さん曲紹介お願いします。はい、実は先ほどもご紹介していただいた日本の昔話というあの番組のエンディングテーマがありまして、スターフラワーというあの小林星蘭ちゃんと谷香音ちゃんというのが歌っているですね、曲がありまして、実はそれあの僕があの作詞をさせてもらった曲なの で、 すごいですね、今日はちょっとあの持ってきました、すいません、うん、ではそれではお聴きください。ぴょんぴょんぷにょぷにょの歌、さて本日はアニメ監督プロデューサーの沼田慎之介さんと一緒にお送りしております。はいよ、はい、そんな沼田さんのですね、あの好きなアニメトップ3の栄えある第1位の発表です。はい、トップ3のうちの 第3位は、はい、第3位はジブリの海が聞こえ る、 海が聞こえる、第2位がタッ チ、 タッチ、はい、さあそして、はい、栄えある第1位の発表です。ババンみたいなのがあるのかなと。ババン耳をすませばです。あー、耳すまですね。耳すませばが大好きで、こうジブリ系が好きなんですね。お好きなんですね。あ、まあでもそう、まあそうですね、まあ、結果2つ入っちゃってますけど、うん、そうです、耳をすませばが好きで、はいはい、それこそこれこそもう本当に中学生の時ぐらいにやってて、はい、で、まあ、主人公たちも同じぐらいの年齢で、あーなるほどね、で、まあ、成績桜ヶ丘を、ね、あーまさに行きました ね、 ね、何度か行きました。え、行ったんですか、何度か行きました、ね、ロケ地に。そうですね、はい、あれ成績桜ヶ丘って都内にあるんですか。都内の、はい、京王線の八王子の近くですね、はい、へー、はい、どんなお話なんですか、こう簡単にざっくり耳をすませばは。まあ、主人公が、まあ、中学生時代ありがちなこう将来こう何をする、何をしたいのかとか、はいはい、夢に向かってどうすればいいのかみたいな形で、うんうん、で、まあ、ちょっとひょんなことはきっかけにこう男の子に恋をすると、はいはい、でその男の子が天沢誠司君っていうんですけど、はい、彼はあのバイオリン職人になるというもう夢が決まっていて、で自分も何かこうあるんじゃないかってことで、まあ、小説を書き始める、はいはいはい、それで、まあ、最後こうなんていうんですかね、告白というか、はい、
まあ、その時の当時のキャッチコピーが、うん、あの好きな人ができましたっていう、あー、まあ、染みますね、ちょうどドンピシャで、で、はいはい、でそうバイオリン職人でそのカントリーローっていうあの歌を、はいはい、まあ、流れてくるんですけど、でみんなで演奏するんですよ、バイオリンで、うん、彼がバイオリン職人なんですけどバイオリンも弾けるん でそれを見たことがきっかけで、うん、僕バイオリンを習い始めた、すごい、もう人生を変えるぐらいの、はい、すごい、バイオリン弾けるんですね、はい、沼田さん。バイオリンは弾けます。あ、弾けるすごいですね、はい、ちょっと聞きたいです。今日バイオリンとか持ってきてないです。いやいや、スタッフの持ってきてないですか。バイオリンを持ってきてもらってもらってバイオリンも、誰かバイオリン持ってる方、いやいやこの中にバイオリン持ってる方いらっしゃいませんか。なかなかおらへんよ、そんな状況。そうですね、まあ、そうですか、はい、まあ、でも本当になんか純情というかね、うん、そういうの感じさせられるような、やっぱりほっこりするっていうのも、まあそうですね、やっぱ恋が僕の人生のテーマなんで、なるほどですね、はい、恋がテーマ、はい、あのこれはね、いろいろ掘りたいところがいっぱいあって、確かに気になりますね。すごい、まあでもこの耳を澄ませばは、まあ、私も実は結構好きな、はい、映画、まあ、私実はアニメーションとかをあまりこう見てこなかったんですけど、うん、はいはい、この映画を見た時に、うんうん、ワンシーンで、はい、あのその男性の子が、うん、あの女性の子に、うん、とあの時々会いたくてたまらなくなるってこう伝えたシーンがあったんですよ、うん、僕ねあれがすごく心に染みすぎてそれだけで曲作ったことがあるんです。おあ、そうなんすね。そうなんですよ。それでそのワードで曲作ったことがあるんですよ。すごい、そんぐらいちょっと印象的な女の子の片思いの作品なんですよね。でも男性からそうやって言われるんですか。そういうシーンがあるんですよ。じゃあ両思いになるという、まあそうですね、結果の日にはそうですね、いろんなことがありながら、ものすごい自分の心に刺さったシーンでしたね。いや、子供の頃の私たちに恋愛を教えてくれた、やっぱ、うん、その新之助には刺さるのかもしれない。めっちゃ、ね、めっちゃピンポイントで刺さるんですね。新之助、はい、新之助には刺さる、新之助には特に刺さる。心共通でやばいですよ、確かに。すげえ、なんか新之助だけで喋ってほしいですね。、はい、新之助会をちょっと今、そんな新之助から新之助へ、はいはい、すいませんね、お二人とも呼び捨てにしてしまって、はいはい、新之助様から新之助様へ、はい、聞いてみたいこととかってありますかね。どっちの新之助、新之助丸さんから新之助、はい、本物の。俺にすごいかよ。マジかよ。はい、あのね、やっぱ気になるところってね、はい、アニメ監督、そしてプロデューサーということでこうやってらっしゃいますけども、はいはい、まあ、見る側からしたら、その監督とかプロデューサーとかって、なんかどういうふうな違いがあったりするのかなっていうのを、うんうん、僕みたいな素人に分かりやすく教えてほしいなと。本当にもう、ざっくり言うとですね、そのクオリティと、うんうん、まあ、なんですスケジュールと、はい、例えば予算ってこう、うん、大きくあったとしたら、クオリティの責任者が監督になって、まあ、予算とスケジュールの、はいはいはい、まあ、責任者がプロデューサーみたいな、でもちろんどちらもこう、かぶってこういろいろ見る、監督もスケジュールを気にしたり予算を気にしたりもしますし、でプロデューサーももちろんクオリティに関して気づいたことがあれば言ったりとかするんで、まあそれざっくり言うとこういう形ですね、はい、なるほど、なんか主な担当が違うんだけれども、ただそれに当たる、なんだろう、その共有する部分もあるというか、そうですね、はい、なるほどですね、はい、要するに全体を指揮するというか、そういうような立場、まあそうです、そうです、はい、あ、なるほどなるほど、はい、まあでも作品ってやっぱどうしてもクオリティで絶対必要、まあもちろんなんで、もちろん監督のまあ、まあなんですかね、責任というかっていうのもやっぱ強いので、あ、そうなんですか、はい、なるほどね、確かに何かがヒットした時もこうやっぱりプロデューサーさんの名前が出るというよりも監督さんの、はい、監督さんのイメージが強い、名前の方がこう前に出てくる印象ありますよね、はい、確かに、そうですね、成功したら監督、失敗したらプロデューサーの責任、いやいや、それは別にあれですけど、まあでも、まあ、自分たちこう、はい、世間ではわからないですけど、はいはい、アニメ業界のこう内側からしたら、まあまあまあ、そういうふうに傾向的にはなってしまう、はい、ああ、なるほどね、はい、まあでも確かに目立ちますね、監督の方が、そうですね、はい、なるほどな、まあ
知らんことがね、あるというか、はい、裏側の話はね、すっごい気になること多いですね、はい、そうですね、でもなんかこう結構こう話してても、僕の人生のテーマは恋っていう風に言ってたじゃないですか、おっしゃってましたね、それね、でさっきもですね、楽屋でご挨拶している時も、結構こう恋愛の話とかが多くて、うん、尺足りないんじゃないかなみたいなお話だったので、こうやっぱ皆さん、視聴者の皆さんも、やっぱまあ恋愛経験豊富な方から、まだ恋愛経験があまりない方、いっぱいいると思うんですけど、こうやっぱり自分のね、人生のこう糧というか参考にもなるので、そうですね、悲しい失恋話とかやっぱ聞きたいんですよ。いいんですか、本当に。なんで、ちょっと早めにちょっと次のコーナーに行きたいと思ったので、そんな感じですね、続いては、しんのすけさんの恋愛についてたくさん聞きたいと思います。はい、続いては、しんのすけの今すぐ見抜いちゃうぞです。しんのすけの今すぐ見抜いちゃうぞ。は、本日はゲストに沼田慎之介さんをお迎えしております。はい、よろしくお願いします。さあ、慎之介さん、はい、慎之介さんのことですね、はい、まあ、はい、今すぐ、はい、見抜いていきましょうということでございまして、はい、さあ、沼田慎之介さん、ね、生年月日は1980年の12月23日と、はい、ね、データをいただいておりますので、はい、で、まあ、慎之介さんの性格面だったりとか運勢だとか、はい、諸々をお伝えした後に、はい、先ほどマリアちゃんから出ました、はい、恋ということをテーマに、はい、ちょっといろいろお伺いしていこうかなと思っております、はいはい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、さあ、出てる内容なんですが、沼田慎之介さん、一言で慎之介さんを表すならば、はい、まさにこれが似合うなと思うんですが、はい、透き通った心の持ち主であるがゆえに傷つきやすくもあり、はい、繊細な心でもあると、はい、ね、そう出ておりますよ。ちょっと泣いてもいいですか？泣いてください。僕の胸です、はい、そう、はい、まさにですね、感受性がすごく豊かな素質っていうのが出ておりまして、なのでこういうタイプの方っていうのは、はい、現実世界では時折生きづらさを感じたりする時もあったりするのかな、なんていうところがありますし、はいはいはい、ただその感性が人を救ったり人を温めてあげられる、そういった包んであげられる力になったり、はい、うん、そういうふうなところをすごく持ってらっしゃる方だなっていうのが出てるんですね、はい、なので芸術気質でもあり、はい、感性の強さがお仕事にもなるようなタイプで、はい、どこか憎めないような、可愛さみたいなところも持っている人であると。あ、嬉しい、ね、そういったところが出てますね。はい、あと、はい、心が豊かということで、はい、感受性がすごく強い人ですよっていうお話をしましたが、もともと自由人でもありますから、はい、のびのびと自分がこれだと思ったものをこう追求していきたい、はい、ね、そんなところも出ております、はい、その中で、はい、結構実は自分自身のテーマになる四字熟語というのがございまして、はい、自分自身とは何ぞや、人生とは何ぞや、そうやって問いかけていく、はい、自問自答、お、そういったところも持たれている方かなというところが出ておりまして、はい、要するにものすごく世界観の深い方だな、はい、あ、嬉しいですね、ね、いうところ出ておりますよ。なるほど。さあ、なので、まあ、恋については、はい、きっといろんな恋愛だったり、はい、いろんな傷ついたこととか、はい、ね、引きずったこととか、はい、悩んだこともお持ちかな。もうめちゃくちゃ引きずってますね。なるほどね、はい、運勢においての話をね、はい、付け加えてさせていただくと、はい、実はですね、慎之介さん、今2019年ですが、はい、去年の2018年と今年の2019年というのは、はい、ご自身の中で比較的実はそういったところが多い時期でもあるというのが出ているんです。良くないということですか？良くないというか、一見そこだけ見ると、はいはい、悩みがやっぱりどうしても、いや、もうそうなんです、本当に18年19年はもう、どん底でしたね。どん底
なるほど、あのプライベートでは。あ、なるほどね、はい、ちなみにどういったことか、いやまあ、はい、ちょっと話すと3時間ぐらいかかっちゃう、まあちょっと尺が足りない今度は一緒に飲みに行っても。ああそうですね、本当ですね。ちなみに結婚できるんですか、はい、沼 P さんは、しんのすけさん。そうですね、はい、出てる部分で言うと、はい、結婚できるかできないかで、ね、お話しさせていただくと、はいはい、まさにしんのすけさんは今後結婚が、はい、でき、はい、ちょっと待って、すごいちょっと待って、早くできると思いますよ。よかった、よかった。こんなにじらして言ったの初めてですよ。じらして言いました。ミノモンタさん以来ですね。本当ですね。確かにファイナルアンサーっつってね、そう、はい、まさにあの必ずね、いいあの巡り合いがありますから、そこはご安心ください。いつ頃とか、どんな人か。あ、そうですね。はいはいはい。相手はどんな方、ね、相手はどんな方か。はい、そうですね。あの、しんのすけさんって実は、はい、あの、愛情深い人でもありますと。はいはい、なので、はい、あの、母性というか、あ、うん、そういったものを持ってらっしゃる、ね。はいはいはい。母性というか、父性というかね。はい、なので、相手はその愛に包まれながらクスクスク育つようなイメージな人。あ、なるほど、うん、なんか自分自身の愛を、はい、に寄り添ってくるような、はい、うん、はい、そういった女性と出会うのかななんて、はい、そう、そういったところを感じております。はい、はい、なので相手はやはりですね、はい、しんのすけさんと思いを共にする人、うん、はい、自分自身と相手は、はい、ベクトルがなんかこう同じような感じというか、あ、なるほど、はい、そういった同じ方向を向ける人と出会えるのじゃないかなと出ておりますよ。あ、ちょっと探してみます。はい、なるほどですね。あの、はい、探してみるということは今はね、はい、いらっしゃらない。そうですね、まあちょっと、あの、大失恋をしたばかりなので。大失恋をしたばかり、はい、ちょっとまた 来月ゲストに来て。来月も来てくださるんですか？嬉しいな。いつの間にか3人になったりしたらごめん。そうですね。しんのすけとしんのすけと鈴木マリアン。しんのすけとしんのすけと鈴木マリアン。もしかしたらしんのすけのラジオになっちゃうかもしかしたら。乗っ取ってる、乗っ取ってる。あかんあかん。まさにね。なので、まあ本当に心優しい方でもあり、ありがとうございます。感性が豊かで、はい、イメージの創造とクリエイティブの創造両方持たれた方かなと。すごい嬉しいです。本当嬉しいです、ね、はい、なので、まあ、今年のその辛さだったりとか、はい、そう、あの、今年のその去年今年きつかったよって言った、はい、そういった思いから、はい、来年は脱却していけるんじゃないかなと。あ、よかった、はい、2020はもう、はい、オリンピックというよりも僕の、そう、しんのすけオリンピックというか、はい、2人しか出れないじゃん。やばい絶対どっちが優勝してどっちかがビリなんですよ、はい、っていうのが出ておりますが、はい、ね、どうでしょう。はい、ありがとうございます、ね、納得されましたか。あ、はい、もう、じゃあ私が年齢当ててあげます、結婚の。あ、はい、お、左手お借りしてよろしいですか。はい、失礼します。あ、2回ありますね。え、ちょっと待って、ま、これか。2回あります。ちょっと印つけても大丈夫ですか。はい、こことですね。あ、23ぐらいにありました。あ、その後リアクション、リアクションが。その後にですね、あ、41あたりでもう1回ありますね。これからっていうことですね。これから出会った人かもしれない。そうですね。もう間もなくですね。はい。はい、ものすごいラジオで伝わりにくいことになってそうやってましたけど。はい、ねえ、はい。まあでもやっぱ辛い恋愛をね、経験されてと。そうですね。まあでも。いやでも本当に、それがあったから今日。ね、来れたのかもしれないんで。あ、なるほどね。もう出会いはね、はい、やっぱりいろんなきっかけとともにこうね、巡り合わせてくると、ね、はい、まあ、前も前回もマリアちゃんにね、いろいろ、まあ、恋のテーマでお話をしましたが、はい、なかなか恋の悩みは尽きないなと、そうですね、思うとこではありますと、はい、ね、で今回ですね、実はですね、お便りをちょっといただいておりまして、うんうん、しんのすけの今すぐ見抜いちゃうぞでですね、読ませていただきます。はい、はい、岩手県から佐々木ひろのりさんですね、はい、こんばんは、しんのすけさん、佐々木と申します。いつも尊敬の眼差しで遠くから見ております。
実は先日から私にとっては変わったことがありまして、 SNS のコメント欄から尋ねようと思ったのですが、恐れ多いのでこちらから失礼いたします。2日間中に3度めまいが起きました。今までほとんど経験したことがなくて、突然のこともあってか非常に気持ちが悪くなってしまいました。しんのすけさんの占いでは健康面も見れますか？もし何かお気づきの点がございましたらアドバイスいただければと幸いですということで出ております。はい、この方もものすごく感受性が豊かで繊細な方ですよ。うん、出てますね。まさにね、健康面で言うといろんなね、精神的なストレスが体にこう行きやすいタイプの方でありますので、まずはね、体調の管理というよりも自分自身の心のケアをこうしていく、ストレスを発散することによって体調がまた戻ってくるんじゃないかなみたいな、そんなところが出ておりますから、今年の運勢としては来年はちょっと試行錯誤が多くなるようなタイミングでありますので、ケアをしつつ、そして思いっきり笑えるようなそんな日々を過ごされることでいい方向に進むんじゃないかなと、いうふうな出ておりました。ねえ、まあでも本当に一人一人いろんな悩みをね、こう抱えていらっしゃる人も多いみたいでね、それこそしんのすけさんもね、失恋というふうな話でありましたけれども、失恋は何のためにするのかということね、要するにこう心に傷をね負ってしまうということは、逆にその心に傷をやっぱりこう薬を塗ってくれる人も現れるわけで、ね、そういったきっかけや経験や気づきが今後の幸せにより近づいていけるような、ね、そんな自分自身のこうきっかけにするためにそういったことを経験していると思いますので、前をね、そうですね、もうこれからもたくさん傷ついていくぞという気持ちで、あんまり傷つくことを怖がらずに、傷つきたくないけど、傷ついたっていいじゃないか。いやいやいや、まあ、だってできれば、まあ、あなたは世界に一人しかいないんですよ。自分のことを自分が一番愛してくれれば、はい、誰かに振られたってそんな辛くない。あと両親がね、はいはい、やっぱり、まあ、そう、ね、はい、そう、沼ピーさんには幸せになってほしいと思うから、はいはいはい、最近でも本当に妹の、あの娘、めいっ子が、はい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 、あの3歳なんですけど、あら、今の心の僕の本当に9割9分ぐらい占めてますね。うん、うわー、もうすごい大半を占めていて。でもいつかね、沼ピーさんも自身も、また、まあ、これからどん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 、まだ1回しか失恋してないとしたら、何回も何回も失恋して、5回目ぐらいかな。あ、そう、5回か。たくさん失恋して、でね、それで出会えた方と、かわいい、そうね、あの本物というか、何やこの趣味滅裂感。自分の赤ちゃん、ね、100% 愛せれたら幸せかなとは思うので、はいはいはい、ね、マリアちゃんの一言から絶対しんのすけが最初にいやっていう。なんでですか。すごく面白いですね。まあまあまあ、今後の恋愛にもこうご期待ということでございまして、はい、以上、しんのすけの今すぐ見抜いちゃうぞでした。しんのすけと鈴木マリアの聞いたら明日がちょっとだけハッピーになるラジオ。21時30分からお送りしてきたしんのすけと鈴木マリアの聞いたら明日がちょっとだけハッピーになるラジオ、第11回放送もエンディングです。エンディングですね。さあ、本日のゲスト沼田しんのすけさんにですね、お便りが来ているので、東京都からマリアンヌファンクラブ木星支部、木星すごいな、火星も木星も緑化委員会、木森凛子さん、沼田監督に質問。沼田監督、ケモフレ2など木星から楽しく拝見させていただいております。そんなアニメの仕事に携わる監督に質問です、はい、私は鈴木マリアさんの声がとても特徴的だなと、ありがとうございます、遠い木星からずっと思って生きてきました。動物のナレーションとか、それこそアニメの声などに鈴木さんの声を活かせるチャンスはありますでしょうか。いや、もうもちろんですね、僕もあの舞台とか見させていただいてて、はい、そうなんですよ、僕は本当シンデレラを見た時に、うん、こんなに素晴らしい女優さんはいないなと、いや本当にね、優しい感想思いましたんで、でまあもちろん声も結構特徴的で、はい、ちょっと声今日枯れてて申し訳ない。でもなんかこのカラオケに行き過ぎて、なんですかね、まあ、うまく 甘い声というか、これはもういろんなこうアニメとかにも合いそうなんで、はい、すごいですね、アニメデビューいつか、はい、オコゼの恋2とかあったらぜひ私を推薦していただけたらなと思うんですが、はい、そんな沼田さんからですね、はい、告知がありますね。はい、はい、
ちょっとたまたま続いたんですけども、はい、あの来週ですねまた ラジオの方に、うん、12月3日にですねあの、うん、文化放送の超 A&G プラスという、うん、で糸曽健二のファンタジーユニバという糸曽健二さんでアニメの監督でして、あそうですか、そこにも実はあのもう収録はしていて、はい、あの流れるので、おいいですね、来週火曜日16時半からですね、はい、でちなみにその糸曽監督のですね、うん、サンタカンパニーという映画が明日から公開されます。ああそうですか、うん、まあ、僕は関わってはいないんですけども、まあ、もしよかったら見てください、はい、たくさんのアニメトークが聞けるということで、はい、ぜひ皆さん、はい、日にちは12月3日の16時30分から文化放送 で、はいはいはい、皆さんにご視聴いただければと思います、はいはい、ここで私からもお知らせがあります。12月の13日から23日までですね、劇団チームオダック第33回本公演聞くね僕らにできることが蒼月ホールで行われます。こちらダブルキャストになりますので、私の出演日時はまたあのツイッターの方に詳細が書いてあります。そして2020年2月20日から3月1日、来年ですね、ミュージカルの方に出演させていただきます。そちらの詳細もですねツイッターの方に書いてありますので、ぜひご覧ください。そして12月2日、来月の12月2日にですね、秩父夜祭り宵宮花火大会が19時から20時まで行われます。ぜひ皆さんいらしてください。おい、はい、そして次回のしんのすけと鈴木まりやの聞いたら明日がちょっとだけハッピーになるラジオは12月26日木曜日の21時30分から22時30分なんですが、はい、ここで皆さんに重大なお知らせがあります。重大です。実はですね、次回の放送をもちまして、うん、しんのすけと鈴木まりやの聞いたら明日がちょっとだけハッピーになるラジオは最終回になります。最終回ですか。はい、とても寂しいですが、はい、はい、次回のメールテーマは、うん、あと5日ですが年内にやりたいことです。それでは本日のゲスト沼田しんのすけさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。しんのすけと鈴木まりやの聞いたら明日がちょっとだけハッピーになるラジオ。